明日は久々のお休みなので、もうずっと寝れるんじゃないかなっていうぐらい寝たいなと思う、回復したいなと思うんですけど。楽しんでいただけましたか、3日間。皆さんどうでしたか。まあ、今日の私の見どころは MC ですかね。こういうコンサートで仕切りをするのは多分初めてなんですけど、その全体のコンサートね。しかも今回企画を用意してくださったので、なんかすごいで、なんか時間がない中だったので、巻いて巻いてとか言われながら、もう汗にゃんでお届けさせていただきましたが皆さんハラハラして見ていただいたんじゃないでしょうか。皆さん楽しんでいただけました。福山が一番可愛かったです。本当ですか。本当でした。足はですね、そうですね、もうかなり、まあ、でも最後ら辺はちょっとボナジャンプとか、もう最後ら辺は今日で終わりなので、ちょっと行っちゃった部分もあるんですけど、でやっぱ気をつけながらやらせてもらえたので、なんとかね最後までやりきれてよかったです。いやー、自分自身褒めて、そうですね、私自分のことをあまり好きって思えないとこ良くないなと思うんですけど、ちゃんと頑張ってくれた足とかいろいろ体にありがとうって言いながらマッサージしたいと思います。皆さんありがとうございます。MC 頑張ってくれました。近くまで、そうですね、今日も客席よくも行けて嬉しかったです。いやー、そして組閣ね、まさかの来ましたね。ここでここでって感じですけど、近くでね、嬉しいです。3日間10時間以上のライブだもん。そっか、そんなやらせてもらえたんですね、すごいですね。でもなんかね、まあ、今はセンチュリーホールさんっていう形にはなったんですけど、まあ、ちょっとずつ規模がねちっちゃくなっていってるっていうのは現状なんですけど、でも1日目以外かな、でもその満席にしていただけて、皆さんとね今の SKE のこのすごい皆さんがいてくれてることがすごいやっぱ力になるし安心になるので、その組閣も、まあ、正直そうですね、今確かにチームメイトがすごい大好きなので離れたくないっていう気持ちがやっぱ強いんですけど、でもやっぱチームを超えてやっぱね、他のメンバーも SKE で同じ仲間なのでね、その悲しいっていうのもなんか変だなっていうふうに思いながらはい、でもその SKE がもっと成長していく上でも組閣もこうあるべきなのかなっていうのも感じるので、みんなでまたねそういろいろ乗り越えて成長して、17周年はもっとね大きい場所でやらせてもらえるように頑張るので、よろしくお願いします。いやでも寂しいです、本当に本当にチーム S、 やっぱ新公演とかやらせてもらって、より絆がそれぞれやっぱ深まってるじゃないですか、ツアーとかも一緒だったし、だからより悲しいですよね。ツイッターや参加カードを見つけやすかったよ。あ、本当ですか。オープニングでチャリちゃんとハイリさんと2人写真撮れてよかったね。そうなんです、いやなんか撮れるかなって思ったんですけど、なんかトレーナーさんにその話をなんかマッサージしてもらいながら言ってて、なんか撮れないかなみたいなそしたらなんかトレーナーさんがなんかよくやんかって言ってくれたのかな、撮りたいって言ってたよっていうのを伝えてくれたみたいで、そうなんですよ、それで撮れて嬉しかったですね。僕らの絆も良すぎて裏で見ながら泣いてましたでもなんか偉大っていうか、先輩方を見るとこう SKE に入れてる凄さっていうのを改めてな感じて、うん、すごいなと思いました
皆さんのこの歓声、おーみたいな、その声もね嬉しくてね寂しくも、まあでも SKE でそのなんていうんですか、その舞台作れたらねもう最後でもうやらないけど、 SKE はこれからもずっと続いて、またね新しくコンサートもいっぱいやらし、あ、いっぱいやるできるように頑張らないといけないんですけど、それやらせてもらえたり、みんなでこれからも頑張っていくっていう中なので、うん、寂しいというよりもやりきったかの方が大きいかなって、もっとこうしようとか、まあ組閣がもう寂しいです、でもやっぱり、うん、まあでも SKE ですから、みんな SKE だからって思うようにしてます。今日近くで会えてばかりされすぎて大好きね、ギャルピーありがとうございましたありがとうございます。まだ S の横には見たいやんね、私も S が好きすぎて、 S でしたし、ずっと私も S 以外になることはないんだろうなって思ってたので、 SKE でやらせてもらっている中で、まさかの、まあ、次 S になるかもしれませんが、まさかの組閣でチーム何になるんだろう何になると思いますか皆さん。心の応援してましたよ、ありがとうございます。あの配信でね見てくれた皆さんもありがとうございます。あとぜひねアーカイブもあるので、あの2日目は特にやっぱおすすめですけれども、あの3日目の私も今日は MC とか頑張らせていただいて、今日も貴重な2期生のね先輩方来てくださったりとか、いろいろ見どころ満載なので、アーカイブがね1ヶ月間ニコ生さんで配信があるので、見ていっぱい横にゃん焼き付けてくださいバクレスも NHK 近くに行けて嬉しかったで、 MC 横にゃんらしくて面白かったねえ、いや本当になんか本王さんの話を切るっていう違うんです、あれはあのこう演出家の人からもう終わってみたいな、じゃあ次行ってって言われて、なんかもう行くしかないじゃないですか、それだからもう仕方なくあれは切ったって感じなんですけど、なんかそれがなんか面白くなったのでよかったなって思うんですけど逆にね、なんかでもほののさんだからいけましたね、他のメンバーだったらおいおいおいってなるけど、ほののさんだからはい、よかったっていうところありますよね。でもみんなね話せたじゃないですかね、あ、よかったです。噂だけどなんかすごかったらしい、そうなんですよ、アーカイブぜひ見てください。今日はいっぱい寝ますね、3日間ね本当にありがとうございます、ぶった切ってましたね、参加から応援してましたよ、あー近くに行けなかったですね、ごめんなさい、今日も行けなかったけど昨日の方が見えた気がしますこの MC も行ってなかった、4時間オーバーだったから短時間で終わって横には優秀かな。でもあの終わった後に皆さんあのこうバイバーイってこう政治吐ける時に、皆さんもあれなんで、あの帰る時間があれだからか、もう帰られてる方結構いらっしゃって、あもう皆さんギリギリなんだなと思いながらはい、あのねこんなにボリューミーなコンサートさせていただけることはあんまなかったので貴重でしたよね。そういうとこあるよね、ステップもう来てましたけど頑張りました。でも本当にリハとかはもうほぼ飛ばなくて、本番だけちゃんとケンロップダンスやらせてもらって、はい、最前列でしたね、見えました、嬉しい、やっぱり撮影できたのでとても幸せにゃん、あ、あげてくれてましたよね、続きも楽しみですが、でもあの亀子さんね本当に嬉しいですって言っていただいて、たまに変なのもあるからあのすごい欲張りなんですけど撮ってもらって、ちょっとあの
じゃあこれ変かなみたいなやつはなんかちょっとあの名前載せないでいただけるととても助かります。MC はドキドキでしたよね。チコさんフォローしてくれて、いや本当です、周りの先輩が本当に助かりました。目が目があって嬉しかったですね。いっぱいいましたね、嬉しかったにゃん。コミテ初めだけでした。でもあのエスキーフェスティバルでそう上手側が少ないから行ったのですが目合いましたよね。そんなことないですか。寝るけど鳥の粒だった。あーそうなんですね、ごめんが先の3日間でした。え嬉しい。2日目すごい見えましたよ、あのね前らへんでしたよね。そういうこと言われた単語初めて聞いた、新規なので今いろいろ調べてます。いやもうソガクはもうメンバーもね、ファンの皆さんもですかね、すごいもうすごいことになってるイメージ、すごいことというかなんかねやっぱ複雑な気持ちにもなりますよね。まあ、遺跡が一番すごいですけどね。遺跡ってねすごいなってそう思うと、いやそこでも私もまあなんかドキドキしてますが、なんかねもうこのもやもやした気持ちはまだ続くので、まあでもね今の時間を大切にしなきゃいけないんだなっていうのをすごい改めて感じますね。今のこの環境は今しかないからね、あの感謝して今を楽しまなきゃなっていうのを企画発表でより感じますね。ずっと続くわけじゃないですからね。横山一君は何も変わらないです、嬉しい、ありがとうございます。振り返るし頑張れと思ってましたよ、嬉しい。そうそうしましたよね、エレキ横に撮って、そうですよね思いました。でもステージからすっごい見えてて理想を送ったんですけど、そうなんですよ、ダッシュしてるところですよね、ちょうどすいません、一緒に届いたかなステージから。何年ぶりとかになるんですかね。でもなんかそういう伝統っていうんですか、48の伝統であるその組閣を体験できるっていうのもなんかすごいなっていう、総選挙とかもそうですけど最近できないメンバーも多かったりするからね、すごいですね、うん。でもあのどちらかというと私一人人見知りで、あんまりこうなんていうんですか、一人でいることの方が多いので、なんだろう、うん。メンバー新しいチームで馴染めるかが心配です。はい、公演もねどうなるんですかね。アイリーンとの駐車と俺得でした。いやでもねありがたいですよね、他の先輩方とも撮らせていただきたかったんですけど、楽屋とかも違くて、あの終わった後もね結構もうすぐいらっしゃらなかったりしたので、貴重でした。でも撮らせてもらえて、チュリさんとアイリンさんと撮らせてもらえて、そして新しい出会いもあるからね。そうですね、うん、反対派ですか。今のチーム愛してくれてるんですね、とても。いやでも寂しいですよね、うん。でもシャッフル公演がだから今のチーム S でのこのみんなとのこの時間になるので、もう焼き付け、あのみんなでね最後思い
き楽しんで、チームが離れてもずっと仲間でしてね。そうですね、チームが離れてもみんな仲間ですから。めっちゃ楽しかった。近くに行きましたね。これ新しくなるんですかね、全然わかんないです。私も今のチームスが大好きです。嬉しい。私も大好きです。大好きです。はよ君、はよ僕の声も大好きだからすごい寂しいんですけど、ピエン。いろいろと話したが、トーク会までにまとめて話したいです。うん、語りましょう。嬉しい。ツイン吉野ちゃんで見れて嬉しいね。近くに行けて私も嬉しかった。まさか行けて嬉しすぎました。はじきはチームの中心になるかもしれないが、楽しんで頑張ってね。ねえ、でも分かりません。もうチームはじきももうかなり先輩に入るので、どんどん若手がね、出てくるところだと思うので、それもよく分からないです。もう見守る方になっていきますから。なんかよくチーム S に残りそうな気がする。チーム S っぽいですか。でもなんか私もそう、 S ずっと S だから、他のチームの印象がなさすぎて、なんか、あ、でもなんかどうだろう、 K2 もありそうだなみたいな感じもするけど、わかりまぺん。チームってよくやんかみ回しですからね、よろしくですよ。アニーさんとはかぶってないんですよ。でもあの X さんとかでもいいねしてくださったりしてて、そうなんです、そうなんです、優しく嬉しいんです。これは進行応援じゃなくて組閣があります。はい、悲しい。でもやっぱ悲しいです。うん、僕は知っているね。なんか歌詞もいろいろ染みて、エースでもやらせてもらってた曲だから、なんかいろいろ染みて、なんか最後結構やばかったです。なんか16周年コンサートはね、楽しいだけじゃなくて、なんかいろんな気持ちがありました。バンジェリーズのコンサートが目標だよね、夢を聞くねえ、ねえ、あと5ヶ月ちょっとですか、チーム S。 あ、元推しの方が、あ、そうなんですね。エルゲーバチリファンさん、ありがとうね。ねえ、嬉しかったです。サイリウム、でも2日目からサイリウム違いましたよね。僕ら傷が神だったね。すごいですね。やばい、時間ですか。もう明日はもうちょっと長くお話しさせていただきますね。早めにやらせていただきたいと思います。あー、ごめんね、全然読めなかった気がする。先生、わかりましたよ。よしちゃん大好き、気持ちわからないからね。嬉しい。本当に、本当にありがとう。お疲